四季の野中学校前停留場は、富山県高岡市粟原町、広高寺にある万葉線の停留場。高岡市役所の最寄り駅であり、高岡市役所前という福駅名がある。千鳥四季ホーム2面2線の地上駅。交差点を挟み、北側に高岡駅方面、南側に腰の片方,方面の乗り場がある。上屋及びスロープが設置され、バリアフリー化されている。 東停留場は上下線とも、ドラえもんの装飾が施されているが、下り線の停留場は、ドラえもんの誕生日である2017年9月3日より、ドラえもん伝提として整備された。高岡市立美術館内にある、高岡市出身である藤子 F、藤尾の、藤子 F、藤尾ギャラリーへ、徒歩約10分の最寄り駅であるため、 下り方面の停留場の外側には、ドラえもんのどこでもドアとドラえもんをはじめとしたキャラクターを、内側はキャラクターと秘密道具をラッピング装飾し、ギャラリーへの最寄り駅であることをアピールするとともに、ギャラリーへ向かうアクセス道にもペイントを施しアクセスの向上を図ることとなった。なお、ラッピングサイズは内外ともに横8メートル、縦1.2メートルである。 上り線も翌2018年3月13日よりドラえもん連定として整備された。外側は下り線の停留場と同じデザイン、内側は万葉線の制服姿のドラえもんとなっている。ありがとうございます。